いたかったぜ麦わら。お前黒ひげ。さあジャンプフォースベータやっていきましょう。相手は黒ひげ、使っていくのは大好きなルフィで因縁の戦い。さあまずチャージからのやばい、うわいきなり攻めてきやがった。これ相手 CP なんですけどね、今オンラインの方が混み合ってて全然繋がらないんで、危ない。おい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 、三角の端に繋げていく。やばい、ちょっとまた離れろ。あーやばい、相手ナルトに交代してきやがったの。溜めてここ一発ゴムゴムのレッドホーク決めていく。さあ溜めて、これどんどん必殺技決めていこう。グリズリーマグナム当たったか、やべ当たってないかな。グリズリーマグナムはね若干射程が短いぞ。さあ近づいてこい、近づいてこい。おいおらやばい、おら近づいて、若干ね攻撃外した後硬直は長いね。よいしょ、さあ溜めて相手近づいてこいよ。ほらガード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 、今だ今だ、やべ、あいやこれ外すか、当たれ、いいね。フォークガトリングめちゃめちゃかっけ、このアングルよ、飛べ、いいね。ギアフォースやりてんだけど、ギアフォースの出し方がねいまいちわかんねえぞ。これ全部溜めてもまだ慣れるわけじゃねえんだな。近づいてやべ、ほいほい、やべ、うんガトリングの後の攻撃が投げ、ここはレッドホーク、あ全然距離が今出なかったぞ。レッドホーク、フォークガトリングか、溜めからの丸ボタンでフォークガトリング、三角であれかグリズリーマグナムか、これでグリズリーマグナムね、いいね。さあ近づいてよよよ KO。 さあサスケ出してこいよ、いつか出すんだろうサスケ、出せよ、やべ、ほいほいほい、近づいて外す、あー外しまった、危ない危ないよ、うんほいほいほい、こっちに逆サイドに傾けつつチェイスしたら逃げれるのね。なるほど、把握、レッドホーク、いいね、吹っ飛ばして溜めて、さあ近づいてこい、よっ掴みを入れたい、あー掴みを入れたいが、やばいやばい、影分身危ない、ほい、なかなか掴みを入れられない。お今のあれか、チェイス同士がぶつかり合ったってやつかな、操作するって聞いてたけどどうなんだろう実際は、うん、これは届かない、やばい、おいいね、ほいいいね、おなんだこれなんだこれこれなんだ、ロックリーの裏レンゲみたいなこれレッドホーク、あーいかん、これグリズリーマグナムか。レッドホークはね敵のとこまで走っていってくれるんでなかなか当てやすいんだよ。レッドホーク、いいね、溜めて、おらおいほい、これ空中から近づいた方がいいかもね、ナルストみたいな感じで、動き的にはナルストが近いのかな。これギアフォースどうやって出すんだろう。レッドホークフィニッシュ、いいね。こんなところで負けられねえ、海賊王に俺はなる。めっちゃかっけえルフィ覚悟しろ。おおできたできたできた、ギアフォース、バウンドマン、バウンドマン、おおおやべえおおバカかっけえじゃねえかフォークガトリング、はいフィニッシュこんなところで負けられねえ、めっちゃかっけえ、海賊王に俺はなる。